粘着テープセロハンテープとディスペンサー粘着テープは接着剤等を塗布したテープまたはテープ状の接着剤。接着、固定、空撃重填、表面保護などに使う。機材としては紙、布、フィルム、金属箔などが使われる。日本粘着テープ工業会では粘着テープを紙粘着テープ類、布粘着テープ類、 フィルム粘着テープ類、特殊粘着テープ類の4種類に分類している。接着剤は通常片面に塗られ、反対面には剥離剤が塗られる。両面テープは両面に接着剤が塗られるか、機材を使わず接着剤のみからなる機材レスである。幅は様々で 1mm 程度から 2m にまで至る。日用品として使われるのは、 1>, 1から2センチメートルの幅狭のものと5センチメートル前後の幅広のものが多い。俗に幅広のものをガムテープと総称することがあるが、正確ではない。ガムテープとは接着剤の種類の名称であり、本当のガムテープ以外のガムテープも多い。製法はフィルムをシートのまま引き出し、接着剤を塗布し、再度巻き取る。その後、のいずれかでテープ状にする。 その他、接着剤を塗布した後に、すぐ裁断し巻き取る製法もある。粘着テープは巻き取られた状態で流通し保管され、使用直前に必要な長さを切り取られる。切り取りを容易にするためのディスペンサーが使われることもある。ありがとうございます。